こんにちは、みなんしゅうです。このチャンネルでは、火山癖が地球の最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地学ニュースですね。なんとですね、皆さん。東京沖で200度の水が噴出するという、とんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では、なぜ東京の沖で熱々の水が噴き出すのかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい、ていっけ今日もよろしくお願いします。 東京沖200度の水湧き出すということでね、3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、事件の現場、なぜ200度の熱水が湧き出すのか、今後危険な理由ということでお話しさせていただきます。 それでは今日も元気にやってまいりましょう。まずは事件が起こった場所は西の島から北に911キロほど行ったところにあります。東京都ですね。人口約1400万人が暮らす大きな町でございます。そんな大都市東京でこの度200度の熱水が湧き出すということが判明したということです。なぜこの東京で熱水が湧き出しているんでしょうかそれは結論から申し上げておきますと、ズバリ。 東京には火山があるからなんですね。この火山が原因で熱水が出ているということが判明しております。ではここで早速皆様に今日のご質問でございます。この東京なんですけども、何個の火山があると思いますかちょっとですね、予想してみていただきたいんですけども。なんとですね、これ、21個なんですね。はい、ここで、え、 東京都に火山が21個もあったっけってね思われた方いらっしゃると思います。これどういうことかというとですね、東京都の火山ってどこにあるかというと、この東京の南の海にあるんですね。この南の海に合計21個の火山があるということであります。例えばどんな火山があるかと言いますと、えこちら。 伊豆大島ですね。火山島でございます。この火山島ということでね、たまに噴火も起こることがあります。例えば伊豆大島では1986年に溶岩ギヤーっと上がるようなですね、噴火いたしております。または西の島ですよね。西の島。2020年頃にですね、激しい噴火が発生いたしまして、煙がですね、ブワーっとですね、吹き出すような、ま、とんでもないね、噴火も起こっておりました。またはですね、この東京都の海の中に、 火山が存在するということもありますね。 この海の中の火山の例といえば、福徳岡の場があります。この福徳岡の場は、2021年8月13日にですね、大噴火が発生しております。はい。今からちょうど3年ほど前の大噴火の映像でございますけども、すごいですね。で、この大噴火によって煙がなんと1万6000メートルまで上がる大きな噴火でございまして、この噴火、戦後最大級の噴火なんていうふうにもね、呼ばれたという大きな噴火になっております。 すごいですね。 はい。では、なんでですね、この東京に火山がここまで存在するのかということでございますが、これはズバリ、プレートが沈み込むからであるということなんですね。東京都の海の地下なんですが、太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込んでいる環境になります。で、この沈み込む太平洋プレートからですね、ブワーッと水が出るわけですね。で、この水とですね、マントルが混ざりますと、マントルがぐちゃぐちゃに溶けるわけですね。その結果、マグマができ でこの溶けたマグマがぶわっと噴火することによって東京都にはです、ね、火山島や海底の火山が存在するということになるわけですね。 はい。で、えー、まあそういった理由からですね、この東京の南の海には合計21個の火山が存在するということです。そしてそんな火山で今200度の熱水が吹き出しているということが判明したということですが、その熱水が吹き出しているのは一体どこなのかということで、続きまして200度の熱水が湧き出す場所ということで見ていきたいというふうに思います。 この200度のですね、熱水が湧き出している場所なんですが、この東京から南へ60キロほど行ったところにあります、東京の海底ですね。 ここに東京の海底に火山があります。この火山の名前は大室出しと呼ばれている火山ですね。この大室出しと呼ばれている火山で約200度の水が湧き出しているということが判明したということですね。はい。ではこの大室出しについてですね、より詳しく見ていきましょう。海底火山大室出しということですが、この火山は2012年の海底調査で発見された火山になります。 で、ここでですね、大室出汁ってなんか変な名前だなってね、思われた奥さんもいらっしゃると思うんですね。で、これなんでこんな名前なのかということですが、名前の由来ですね、これは大室山が見え出した場所ということで、この大室山の大室と出汁を取りまして、大室出汁と呼ばれております。 で、ここでですね、この大室山ってどんな山ですかということですがえ、大室山はですね、この大室田市の北にあるえ伊豆半島と呼ばれてね、場所があるんですけども、この伊豆半島にえ大室山と呼ばれているえ山があります。で、このえ名前がね、由来になっているということです。ちなみにこちらがえ大室山と呼ばれている火山ですね。はい、綺麗ですよね。約4000年ほど前にえ噴火しておりましてえ、この大室山がですね、大室田市の名前のえ由来となっているということです。どうやって名前が い、まずはですね、皆さん、ここでね、船に乗っていると思ってください。で、この船に乗っている場所からですね、大室山を見たということなんですけど、この場所からはですね、実は大室山って見ることができないんですね。 なんで見えないかというと、この間に伊豆大島があるからであります。で、この船をですね、横にですね、ギヤーッと動かすわけですね。はい。で、移動していくとですね、この見えなかった大室山が見え出す位置があるわけですよ。 はい。で、この大室山が見え出した位置に、この海底の中に、大室出しと呼ばれている火山があったということです。ということで、こういった理由でですね、大室出しという名前がついたんですよということなんですね。面白いですね。はい。で、この大室出しの地形なんですけども、直径約 8km の 巨大な大穴が存在いたします。で、この巨大な大穴なんですけども、火山灰などによってね、一部埋まっておりまして、まあそういった状況ですね。で、この上に、ぴょこんとですね、火山が存在すると。で、真ん中のですね、この大室出しの大穴を、大室解決と言いまして、深さ約200メートルの巨大な大穴になっております。で、この大室解決と呼ばれているところからですね、200度の熱水がギヤーッと出ているということが判明したということなんですね。 nap yep. はい、すごいですね。で、この大室出しというのはですね、海底火山ということで、過去に噴火もですね、発生したことがあります。大室出しの噴火の歴史、判明しているのが、14000年前の噴火と、7000年前の噴火ですね。少なくとも、2回の噴火はあったというふうに考えられております。どんな噴火かというとですね、まずは、14000年ほど前の噴火、どのような噴火だったかと言いますと、ご覧のような、爆発的な噴火です。ギューッと、 この黒い煙ですね、上がるような、非常にね、大きな噴火が発生したというふうに考えられてます。すごいですね。この噴火のタイプですけども、2021年1月の、噴火トンガと同じタイプの噴火ですね。まあそういった噴火が、東京の沖で起こったことがあるんですよ、ということですね。興味深いですね。で、この噴火の仕組みなんですけど、どうやって爆発が起こっているかといいますと、熱々のマグマとですね、海水が混ざると、海水がですね、沸騰するんですね。その結果、ギヤーッと、 ブワーっとですね、爆発するというような噴火になっております。こういった噴火をマグマ水蒸気爆発と言いますね。よかったら覚えてみてください。そして、7000年ほど前の噴火ですね。こちらは溶岩を流す噴火が発生していたということですね。で、それ以降はですね、噴火が起こっていないというふうに考えられておりますね。で、現在はこの大室解決で、じわじわですね、200度ほど熱水気ギヤーッと上がっているということなんですけど、 なんとですね、皆さん、この熱水が湧き出す大室出汁なんですが、将来噴火する可能性があるんですね。なぜそう言えるのかということでございますが、空気で皆様に急の問題でございます。この大室出汁が将来噴火する可能性がある理由は、次のうちと一緒かということを考えてください。地震が多いからマグマが存在する可能性があるから、ガスが出ているから、 ダンゴムシが引っ越しを始めたから、宇宙のパワーさ、どうしようかということを考えください。さあ、あ21はい終了です。正解はですね、なんと、これ 2番のマグマが存在する可能性があるからということで、えー、まあ、どういう理由なのかということで続きまして、今後危険な理由ということでね、見ていきたいというふうに思います。この大物出しですね、今後危険な理由といたしましては大きく3つの理由が存在いたします。まずは熱水が出ているということ。2つ目、過去に大噴火が発生した可能性があるということ。巨大噴火が起きると津波が危ないということですね。1つ見ていきましょう。まずはですね、熱水が出ているんだという事実です。 ですよね、このなぜ出ているのかということですが、これは地下深いところに熱々のマグマが存在する可能性がもしかしたらあるかもしれません。このマグマの影響により熱水がですね、出ている。そんなことがまずは考えられますね。もしこのマグマがですね、噴火を起こすなんてこともですね、これ考えられますので、要注意ですよということであります。そして二つ目の理由ですね、過去に大きな噴火が発生した可能性があるんだということです。 この大噴火をした火山というのは大きな大穴ができることがあるんですね。例えば熊本県にある阿蘇山、過去に4度の巨大噴火が発生した火山でありますが、この阿蘇には直径ですね、25km の巨大な大穴が存在するわけです。このような大穴をカルデラと言いまして、このカルデラは過去の巨大噴火によって作られた、できた大穴になりますね。ということで、大穴が存在するという場所、火山は過去に 大きな噴火を起ここした可能性ががあるるとということが言えるわけですそして、この東京都の大物田市の場合ですが、直径約 8km の大穴、カルデラが存在いたします。で、これはですね、巨大噴火の痕跡の可能性があって、今後もですね、巨大噴火する可能性は否定できないんですよということで気をつけないといけないと。 いうことですそして危険な理由、その3もしその巨大噴火が起こってしまった場合、津波が発生する恐れがありますよということですね。この大室田市でもし、ギュアーッとして,して、えー、ちょっと感じすみません。ギュアーッとした巨大噴火が起こってしまったらどうなるかというとですね、それは津波がですね、ぐわーっと発生する可能性があると。 で、まあ、あの、イメージするとですね、まあ、トンガのような噴火ですよね。これがま、やっぱり一番わかりやすいと。2022年の1月15日に発生した大きな噴火でございますが、このトンガの噴火によってですね、津波が発生しまして、この津波が東京、東京というか日本にもですね、やってきたと。最大で1メートルの津波がね、日本に到達したという事件がありましたけども、それと同じようなことが東京で起きる可能性が十分にあるんだということですね。 すなわち大室出しで大噴火が起こった場合、ですね津波がですね東京にぎやっとやってくる、そういったですね未来もあるかもしれませんので、地震と津波にですね備えていきましょうということですね、で続きまして、今日のですね気になる地震のコーナーで参りましょう、はい今日はですね西之島から北に1 0 5 0キロほど行ったところにいます。 愛媛県文庫水道ですね。4月17日に震度6弱の地震が発生した場所ですが、この文庫水道で新たな地震が発生しました。そ、こちらがですね、その地震です。6月1日の4月4時2分頃に、 文分後水道、地下深さ 40km、マグニチュード4.5、最大震度4の地震が発生したということです。で、今日の地震なんですけれども、おそらくこれは4月16日の震度6弱の余震だろうというふうに考えられます。地震が起こった場所ですが、沈み込むプレートの内部の地震ですね、震度4の地震で、この4月17日の地震と同じ地震で余震だというふうに考えられますね。で、この分後水道ですけれども、4月17日地震発生 ージですね、ギヤッと地震が活発になっておりましたが、6月1日はね、だいぶ地震が減ってまいりましたが、この地震は減ってきているんですけど、今日もね、震度4の余震が発生したということで、油断できない状況になっております。こちらもですね、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。また新しい情報が入ったらお伝えしますので、情報をお見逃しなくチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日一番言いたかったこと、これ何かと言いますと、 200度の熱水が湧き出す場所についてえ今日はご紹介いたしました。それが東京の南にありますえ海の中の火山ですね。名前は大室出しと呼ばれているえ火山になります。海底火山ですね。この大室出しの海、大室解決と呼ばれている大穴からですね、200度ほどの熱水が出ていると。で、なん、将来ですね、噴火する可能性があるよということをお伝えしました。なんで噴火する可能性があるかというと、熱水が出ているということは地下にマグマが存在するかもしれないということです。で このマグマが噴火する可能性は将来十分に考えられるだろうというふうに思いますね。で、この大室田市ですが、8km のカルデラが存在します。これは巨大噴火の痕跡でございまして、今後も巨大噴火する可能性があるんじゃないかということです。もし巨大噴火が起こった場合ですね、このトンガのようなですね、大きな噴火、こういった噴火も十分に考えられます。こういった噴火が起こってしまいますと、津波がね、起こって、津波が東京にやってくる。そういった未来もですね、もしかしたらあるかもしれませんので、気をつけましょうということでお話しします。 させていたただきましたでは今日の問題でございます。大室田市が大噴火した場合、危険な理由は何でしょうか津波が発生する可能性、巨大地震が起きるかもしれない、海面上昇が起きる可能性、宇宙の場、さっとうでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山再生情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、 ツイートもチャンネルと高評価、よろしくお願いいたします。シーィーミティミニシミジケイニュフシュリウイティシミシューフィッツューイリキューブジピーピーティシティイリシティイリシティイイ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 イ